はい、こんにちは。エイジ構成ですけど、今日は、携帯電話というかスマートフォンの、最近のものはどんどん大型化してるんですけど、その反対に、小さいものというのを、お話ししようと思います。ここに4番で書いてるんですけど、今まで、使ってたスマートフォンですね。で、これが、私の場合はこの Wii Note というのを使っています。これですね、はい。で、これ結構大きいですね。手と比べてもですね、手の中に入らないです。もう溢れちゃってます。で、これでもまだ 6.3 インチなので、もっとこれから大型化していってると思うんです。まあ、さらにこれ重量20グラム、220グラムもあってね、結構重いんですよ。そこで、前回紹介したのが、ミニアルフォンというやつですね。はい。ミニアルフォンというのがこんな感じ。はい。で、これ小さいですね、って言ってます。で、これが、ミニアルフォンの初代のものなんですけども、で、軽いも79グラムで軽いです。そして、その2代目っていう、ね、第2世代が、ほとんど変わってません。こんな感じ、ですね。で、この、ミニアルフォン同士を比べると、こんな感じです。ほぼ同じですね。はい、まあ、こっちの方がね、光が、ここに来ていて、ちょっとかっこいいかなっていう程度の違いで、まあ、ほぼ同じです。で、軽さも同じ、使い勝手も同じですね。で、これを子機として使ってるんですね。そうすると、この重いの持たなくても、この子機だけで、通話ができるからね、すごく軽くて便利ですね、と。で、ブラウザ見るときはこの大きいので見ましょうね、ということになってた。で、ところがですね、楽天さんが、最近、6月17日まで1円だなんて言ってますけども、私は2万円で買いましたけども、これですね、はい、こちらね。はい、これ、楽天のですね、はい、こんな感じなんですよね。はい、楽天ミニというやつですね、すごく小さくってね、使いづらいんじゃないかっていうことをね、多くの方が、おっしゃるんですけども、違います。これね、この小ささなんですけど、それなりに使えます。で、例えば、YouTube とか見ても、はい、こんな感じで、見ることができます。で、ちょっと小さいって言ってもですね、それは横画面にして、全画面にすると、そこそこ見れます。はい。そういうのがありますね。それで、それ以外のニュースとかの文字ですね。これが、あまり見れないんじゃないかっていうふうな話があるんですけども、そうでもないですね。はい。こんな風になりまして、そこそこ読めるんですよね。で、そんなに、ニュース1分1秒争うほどね、必要なニュースっていうのはほぼないので、これぐらいで、ちょっとスクロールしたらもう下まで全部見えちゃうということで、まあ全く問題ないですね。で、大きさがですね、本当に手のひらに入るぐらいで、もうすごくちっちゃくて持ちやすくって、女性の方とかお子さんでもこれ十分じゃないかなというふうな感じの大きさです。それで、フィーチャーフォンですね、いわゆるガラケーと言われるやつで、今、手に入りやすいものといったらこちらですよね。Y モバイルの、シンプルフォン。これがまあ結構小さいんですけども。まあ、これと、前回の、このね、ミニアルフォン比べたらこちらも軽くて小さいよねって。で、この、楽天ミニと比べますと、こんな感じ。楽天ミニの方がまだ小さい。じゃあ、ミニアルフォンと楽天ミニどっちかな？小さいのかな？っていうことですけど。はい。こんな感じ。ほぼ同じ。ね。で、軽さはやっぱりね、ミニアルフォンの方が、めちゃくちゃ軽いです。本当に軽いです。なんか、持ってる感じがしないぐらい軽いですね。79g って書いてあるけど、実際これ 50g ぐらいですかね。すごく少ない。で、こっちが 79g。これも十分軽いんですけれども、まあ、こういう感じですね。ですので、これも素晴らしかったんですけども、これも通話限定になります。ので、こちらの方の、楽天ミニの方がね、使い勝手はいいですよ、ということで、小さくてもちゃんと文字も読めるし、それから文字も打てるし、
大きな問題ないですよというような使用感でございました。あとね、意外に良かったのがこれカメラですね。はい、カメラが画質がすごく良くてですね、ちっちゃい割にすごいなという風なのが分かりましたね。こちらにもこのね、このシンプルっていうフィーチャーフォンにもカメラがついてるんですけど、そこまで性能良くないです。もちろんそのカメラの性能を求めるものないんですけれども、そういうふうな感じでした。で、こちらもカメラ性能も良くて、で、ちっちゃくて、そして、使い勝手がいい。あと、バッテリーの持ちなんですけども、1200mAh かなということなので、少ないなと思ったんですけども、実は、まあ、1日ギリギリ持つかなぐらいです。ですので、バッテリーに関しては、いくつかありますけどね、私が持っているものの一つとして、やっぱこれですね。こういうちっちゃいのがあります。こういうちっちゃいので、モバイルバッテリーですね。で、もう少し大きめですけど、非常に大容量なものが、これですね。はい、こういうのありますね。これ99とか書いてある。はい、で、これつなげられるんですね。こういうのを持っていると、まあ、確実に安心かなというような感じですね。もう軽いのでですね、すごく持ち運びやすいだけじゃなく、読むこともできるし、そして打つこともできるし、で、バッテリーも持つし、カメラ性能もいいっていうことですので、もう火の打ちどころがないっていう感じですね。で、中ってこれ。で、後ろもかっこいいし。で、これ、ケースをね、買ったんですけども、880円でしたね。まあ、ケースがあれば大丈夫かな。あと、表面なんですけどね、表面、ここですね。ハルトコーティングというのがあっておりますね。ハルトコーティング。検索でハルトコーティングって、すれば出てくるんですけども、これ以前、別のスマホでやったんですけども、この表面が強くなります。めちゃくちゃ強いです。で、ハルトコーティングしないとどうなるかっていうと、こちら、見えますかね？ちょっとひび割れが入ってるんですけども、そんな感じになることがあります。衝撃を与えすぎるとね。で、こちらも何度もってのは良くないんですけど、ちょっと落としたりしたこともあるんですが、それでも、全くひび割れもなんないと。で、裏はもちろん、ケースがあるので、まあ、これでカバーをしているというふうな感じです。まあ、こんな使い方をしております。とにかくね、今回小ささ比べということで、このね、ミニアルフォンと比べて、まあ、ほぼ同じというね、この絶妙な小ささ。ね。そして、もうこれ以上小さくすると文字は読めない。でもこれぐらいなら十分読めるかなっていう、そのギリギリのところの大きさで、文字が読めるとか、YouTube が見れるとか、いうことがあって、ポケットでも入ってということですね。なので、いろんな面でいいんじゃないかなというふうにして、買う前と買う後で買ってからですね、私の評価すごい上がったのがこちらの、楽天ミニでございました。まあ、おかげでですね、この、こちらの、ミニアルフォンは、用済みになってしまいましたけどね。だけど、こういうのがあって、すごく便利でしたね。これ第2世代、第3世代までの、フィーチャーフォンでになります。で、SIM を入れることもできて、まあ、第4世代か。第4世代の SIM も入れることができて、一応通話だけですね、できることになるので、通話限定ならこれね、いいと思うんですけども、現実、今の社会で、通話だけっていうのはそんなに多くないんじゃないかな、というふうには思いますが、こんなところ。これもね、可愛くていい、良かったんですけどね。はい。ということで、楽天ミニですね。はい。この楽天ミニの、お話をさせていただきました。はい、小ささ比べでした。以上です。